カビラ GA さんといえば、ムムム、議員です。ふう、など数々の特徴あるセリフで有名ですが、楽天カードセンチメートルなども話題です。そのカビラ GA さんはハーフ。父親母親、兄弟姉妹は、結婚や嫁子供は？カビラ GA さんの年齢、身長、高校大学、経歴などウィキプロフィールと共に調べてみました。カビラ GA さんのプロフィール。名前、カビラ GA、カビラ GA。出身地、沖縄県那覇市。生年月日、1962年9月23日。年齢、年、執筆時、身長、170センチメートル。血液型、A 型。学歴、玉川学園高等部、上智大学比較文化学部卒業。職業、タレント、スポーツキャスター、俳優。所属事務所、K ファクトリー。カビラ GA さんの経歴、生い立ち。カビラ GA さんは1962年沖縄生まれ。父親のカビラ長生さんは琉球の声放送、現琉球放送、アナウンサーでしたが、退社した72年、沖縄返還の年に NHK に移籍するのに伴い、家族で東京に移住します。カビラ GA さんは現在サッカーのキャスターとして非常に著名ですが、中学時代からサッカー部に所属し、他にも英語劇部などにも所属していました。演劇やミュージカルに関しては、中学時代に自分たちでサークルを立ち上げるほどのめり込んでいたみたいですね。とはいえ、一番打ち込んでいたのはサッカーで、玉川学園高等部時代には読売サッカークラブ、現、東京ヴェルディのユースチームに在籍。卒業後は一旦玉川大学に進学しますが、すぐに中退し、プロ選手を目指してテキサス州立大学にサッカー留学します。大学ではレギュラーとして活躍し、全米ベストイレブンに選ばれるほど優秀な選手でしたが、その後交代した新監督とのサッカースタイルが合わないことから戦力外通告を受け帰国。上智大学に入学、卒業します。サッカー選手になる夢が挫折したカビラ GA さんは、英語教員でサッカー部顧問という将来を書くようになりますが、かねてから携わっていた演劇活動が転機をもたらします。友人の勧めで、楢橋陽子さん演出のミュージカルのオーディションに応募し、見事合格。本番もスタンディングオベーションをもらうなど結果は上々で、この時に自分の道は役者だと決心したと言います。その後も坂東玉三郎さんのロミオとジュリエットに出演するなど、舞台俳優としては順調な滑り出しでした。しかし、テレビドラマや映画となると、当時はその日本人離れした風貌が敬遠される要素となり、なかなかチャンスが巡ってこなかったといいます。そんな中、1991年のワウワウスーパーサッカー実況中継のメインキャスターとして出演したことが転機となります。その後、ニュースステーションのサッカーキャスターのオーディションに合格。キャスターとして、そのサッカーへの情熱に溢れた独特のカビラ GA 説とともに、広くお茶の間の人気を博すようになります。以後もサッカーキャスターとしてのみならず、ドラマや舞台、映画、ラジオ、CM などで俳優、タレントとして幅広く活躍。また、その、議員です、ムム、ハーフナーマイクーなど独特の語り口は、漫才師の博多華丸さんにモノマネされるなど、広く知られています。博多華丸さんについて、次ページ、カビラ GA さんの結婚、嫁、子供について。父親はすごい人、母親はアメリカ人、カビラ GA さんの結婚、嫁、子供。カビラ GA さんの結婚についてですが、正式な入籍はしていないものの、10年以上連れ添った事実婚の奥さんがいらっしゃるみたいですね。お子さんもいらっしゃるようで、アメブロにこんな記述があります。アベニュー9位？とってもいいんです。バットマペットショーなのに子供には見せられません。あれは無理だ。やめておいた方がいい？いやー、見せてもいいんですけど、ねえあれ何してるの？あの動きは何？の質問攻めに合うこと間違いなしです。ピュアリー・フォー・アダルト、カビラ GA オフィシャルブログ、ヤバダバドー。正式に入籍しない理由についてですが、カビラ GA さんによると、ちょっとしたわけがあるのだそうです。
ただ、入籍はしていないものの、カビラ自衛としてはちゃんと結婚しており、妻に対しても誇りを持っているとのことで、円満な家庭を築き上げていらっしゃるみたいですね。カビラ自衛さんの父親と母親、2008年4月12日20時36分。カビラ自衛さんの父親、カビラ長生、長生さんは1927年台湾台中市生まれ。川平家は代々通訳や音楽の分野で琉球王朝に仕えた家柄で、琉球王族の流れを汲む名門の家系です。カビラ長生さんは当初は医学を志しますが、戦後に沖縄に引き上げ、1950年、長慶の設立した琉球の声放送、現琉球放送の初代アナウンサーに就任。その後、放送課長、チーフアナウンサー、編成課長、解説委員長、常務取締役を歴任。1967年に沖縄放送協会初代会長に就任。1972年に同協会の解散、NHK と合併に伴い NHK に移籍し、東京へ移住。1992年に NHK を退職し、昭和女子大学英文科教授、副学長、副理事長などを経て、2011年に名誉理事、名誉教授となります。沖縄関連の問題に非常に造詣が深く、天皇陛下にもたびたびご進行を行っていたのだとか。現在は東京都港区在住とのことです。カビラ自衛さんの母親、ワンダリーさんはアメリカ人です。父親のカビラ長生さんがアナウンサー時代に留学した米国、ミシガン州立大学の同級生だったそうで、帰国後に結婚。結婚後は3人の男児の母親となります。また、調布にあるアメリカンスクールインジャパン、アジジの教師を長年務めていたそうです。ワンダリーさんは2018年1月11日に88歳で亡くなっています。次ページ、カビラ自衛さんは3人兄弟の末っ子。2人の兄はどんな人？カビラ自衛さんの兄弟は3人。ジョン・カビラさんともう1人は？カビラ自衛さんは3人兄弟の末っ子で、長男はキャスター、タレント、ラジオパーソナリティのジョン・カビラさんです。カビラ自衛さんの長兄、ジョン・カビラさん。ジョン・カビラさんは1958年11月沖縄生まれで、カビラ自衛さんの4歳年上。弟のカビラ自衛さんと共に、高校時代は読売サッカークラブのユースチームに所属しており、こちらもかなりサッカーの造形が深いようです。国際キリスト教大学に進学し、カリフォルニア大学バークレー校留学を経て卒業。CBS ソニーに入社、後に退社し、その後 FM 横浜で DJ としてデビューします。以後、ラジオ番組を中心に DJ、パーソナリティ等のほか、テレビ番組のナレーション、声優などで、その美声を活かして活躍。映画、機関車トーマス、シリーズのナレーション、J-WAVE のラジオ番組、JK レディオ、東京ユナイテッド、ナビゲーターとして広く知られています。カビラ自衛さんの自兄、カビラ賢治さん。カビラ自衛さんの自兄はカビラ賢治、賢治さんと言います。カビラ賢治さんは1960年沖縄生まれ。1979年にアメリカのヘストンカレッジに留学し、卒業後は看護助手として病院勤務を経てシカゴ大学、同大学院に進学。1994年にケロッグのアメリカ本社に入社し、2003年にマクドナルドの日本法人、日本マクドナルドのマーケティング本部長に就任。マクドナルドでは広告の分野で活躍し、いくつかの広告賞を受賞しています。エレベーターを開けようとするとすぐ閉まってしまうので、何かと思えば中でエレベーターガールがマックを食べている。野球場で選手たちがマウンドに集まってグローブで口元を隠して何やら相談しているように見せかけて、実はマックのハンバーガーを食べている。といった作品です。今すぐにでも食べたいというメッセージが込められているのですね。2006年にアメリカの NPO 法人のマーケティング経営コンサルタント専門会社、リップマンハーン、リップマンハーネ、副社長に就任しています。
私生活では、アメリカ在住で、アメリカ人の妻がいて、一男一女の父親。サッカーと自転車レースが趣味というスポーツマンです。以上、カビラ。